はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。おっと、これは牧場に着いたばかりで休ませないといけないですね。で、この方のジャック、先代に続いてのベスト馬体重482キロは父親と同じです。父親はサニーブライアンを親に持った方のサニブラ。まあ、父親があまりにもちょっと偉大すぎるんで、おっと。そこに追いつくのはなかなか難しいですよね。ちょっと事務所行ってみますか。まず神社でおみくじを引いてみましょう。早く一発へラッキー馬主。やったね。ないね。なんだったっけ、株券交換してくれるんだ。あ、なるほど。そしたら何か星みたいなのがもらえるんだね。蹄鉄で交換できるものもあると。蹄鉄なのか星なのか。この辺は早く入れたいものですね。電動馬見てみましょう。そろそろサニブラはまだ登録されないのかな、プレミアムカップに。フレンドレースっていうのがありますね。電動馬同士の対戦ができるというわけで、例えばまあドバイターフとかで、大阪杯でもいいかな。出してみることはできると。ああ、そうすると開催するしかないのか。こんな形でブリーダーズカップ的なレースをできるっていうわけですね。フレンド的には掲示板でも見ないといけないんかな。プレゼントはここからも手に入れられると。なるほど。こっからフレンドレースのやってるかどうかも見ることができると。ただいちいちこれやるよりはフレンドレースやったらなんか印つけてほしいですね。まあ入球しましょう。お人参ですね。人参に相当するものはこれですね。大根なのでこれかな。皐月賞があるのか。ちなみに前走なんですが如月賞は勝てませんでした。まあもっとも皐月賞でっていうかブライアンだもんな。いやーちょっと家賃が高いような気はするわ。まあとはいえ勝ってもな。岡部で行きましょう。大根なんで疲労回復が良さそうですね。高級リンゴルースもある。疲労にも気をつけながらレースですね。気象は大人なんでまあこれでいいでしょう。うんそうだな。ショートケーキもあるんだよな。ショートケーキは体重減った時に食わせればいい。とりあえず高級バナナ。さあ皐月賞です。勝負根性は B と。で、プラス2キロでベスト体重だはずだから、馬体重調整を文句なしで出てますね。さあ、これで果たしてどこまで通用するかどうか。やっぱり如月賞負けたのでそう簡単にはいかへんかもしれないですけど、圧倒的一番人気じゃん。ブライアーいるのになんか裏がありそうだな。丸つけてる人間買ったろうかな、みんな。フォーメーションかな。ちょっと印、グリグリなんですけど、印が割れてますね。難しいな。ブライアンの単勝だけ買っとこう。フジロマケンオも単勝買っとくか。来たら結構お金稼げるからな。さあ、皐月賞の出走です。ていうか、こんなんでいいんかな？早く距離適正が分かりたいとこですよね。秋競馬にも影響してくるんで。すべての3歳馬が夢見るクラシック三冠は、まずここから始まります。新たな歴史を切り開くのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあ、ゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら12頭が飛び出しました。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ったのは桜井光が行きました。サイドトラップも2番手、外を通りましてメルシーステージ、その内からは1番藤野真剣王、それからもう1頭片尾ジャックは後ろから2番手ですね。11番エアチャリオット、10番成田ブライアン、その後ろサンバシンクライアン、稲妻高尾、この辺りちょっと離れている9番桜スーパー王、6番片野ジャック、12頭第2コーナー B2 カーブを取ります。短い直線を中山へ届くんかな。もう一度前の方でありますが、これが先頭桜井降であります。そしてその後ろからオフサイドトラップ、そんなにペースは速くないし、そして外からはベルシーステージ、それからトニー・ラ・プリンス、藤野真剣王、ほとんど馬体が合っています。そしてその外に11番エアチャリオット、成田ブライアン、5番黒い馬体稲妻高尾、ちょっと離されました。おっと、外へ持ち出したぞ。そして1番人気の片野ジャック、なかなかいい感じ。さあ、栄冠を狙う優駿に中山の最後の坂が立ちはだかります。そうですね。届きそうもないって出てますよ。あとはすごい足だ。一気にかわしに行く。すごいね。父親と全然違う客室で。まあ、届くかっていうよう、届くぞっていうような走りしてますよね。中山でこれなんだから、次も期待できそう。スタートも悪くないと。ありがとう。で、おっと、デイリークエストクリアなので、デイリーガチャを引けます。これが嬉しいんですよね。サイドワインダー。なかなかいいですよね。ショートケーキもゲットです。さてと、もしこれダービー出すとしたら、放牧してたらちょっと間に合わないんですね。こんなレース出せないです。でも、ちょっとね、ここは回復させないといけないような感じはあります。普通に温泉に行きましょう。で、さっき、ショートケーキは6キロ増えると言ったので、これで一気に戻します。4キロはこれらがありますね。そんなに調子回復してくれないけど。さあ、ダービーへ登録します。エアダブリンに乗るんですね、岡部がね。ちょっとこうなると、考えないといけない。田中克、吉富かな？吉富先生に頼もう。大根か。あと2周ですね。さあ、レースです。パートナー調教やったらあれやしな。では、パートナー調教やらずに。普通の調教を。ロクダケーキっていうのもあるんですよね。これで文句なし。さあ、春の2冠目に挑戦です。雨ですね。これも一番人気 1.2 倍です。ちょっと2頭に絞られた感じはありますよね。ブライアンもこっちのコースの方が合ってそうだしな。さあ、雨の東京競馬場。馬場も不良です。こういう渋ったところの中をどんなレースをしてくるか。おー。生まれた苦の中から頂点を決めるっていうのがダービーだなと思いますね。スタート、ちょっとスタート良くなかったよ。最後方に落ちました。サイドトラップ、こうか。ブライアン結構思ったよりは前に行ってますよね。こう好位だな。ポツンポツンのりじゃなくてポツン吉富だな。すごいスローペース。不良バーでも遅いと思うし、不良バーだから後ろが届かないかもしれない。大丈夫かな。5馬身リード、この辺りちょっと離れている6番ドラゴンゼア、そのうちに3番いいすごい末足で、東京はプラス要因だけど届くのかな。さあもう直線だぞ。緑の帽子、旗のジャック、さあこのしんがりから届くのか。一発二発とムチが飛んで、桜栄光がしぶとい。桜栄光が頑張っている。懸命に粘った桜栄光。そしてその後ろから予想以上に、来た。すごい末足。旗のジャック、ムチなどいらぬおせえ。ムチはいらぬか。成田ブライアンが内からかわすか。一着旗のジャック、クラシック二冠達成。三冠へ向かって。強すぎるね。最高峰一騎だもんな。厩舎レベルもアップしました。本当ですね。さあここはもうさすがにこれは体重はしょぼいということで、成長促進を図って放牧をしましょう。というわけでよくやってくれました。もう2冠木更木賞3着の時はどうなるかと思ったんですが、2冠ですよ。なかなか、馬もなかなか強いかと思いますね。なので、次の場所から、WBC など挑戦させてですね、大きく成長させていきたいと思います。楽しみですね。おっと、クラシックガチャ15個でいいんだ。15個って少ないよな。そう、50個で済むから、15個は安い。この限定レア春のクラシック祭ガチャっていうのを引きましょう。まずは1回引いてみましょう。さあ何が出るかな。シルクヘイマス。で、これを一発ドリンクがもらえますね。10回引きます。タモンホットプレイ。おー、あ、レアクラスばっかりですね。お、浅草キング、スーパーレア。スーパーレアがいいとこか。確かに名馬なんですけどね。はい。というわけで、片尾ジャック2冠達成してくれました。今後も、期待したいと思います。だけで、これ以降は次回としたいと思います。はい。チャンネル登録、していただければ嬉しいです。はい。チャンネル登録ボタンを押してですね、チャンネル登録してください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄、コメントにそのアドレス記載してますので、よろしければ見てください。また、最後を20秒に流します関連動画プレイリストの方もよろしければ見てください。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。